こんにちは、ヒロです。今回は南海栄駅前から動画スタートです。ここまで来るのはちょっと久しぶりですね。さてさて、ほな歩いていきましょうか。地図を見やんでも iPhone あるから大丈夫やねんけどね。なんとなく駅の地図は見ちゃうんよな。不思議やわ。この日は天気良かったけれども、風はやっぱり強めな状態。ここ最近はずっと強風な気がしますわ。関西の気候もだいぶ変わってきてるんかな。そんな気がする。まあ、サクサク行くで。ぼちぼち歩いてきたらここに到着。前の道を渡って右に行って海岸通りを向かいに渡って、そしたら目的地の近くやな。ほな、行くべ。大浜北町の交差点の南西側に到着。風の音がエグくて音声使われへんやん。くるりときびすを返して海岸通りを、南の方に行きますせ。やっとこさ到着やでな。駅から割と距離あるお店なんですけどね。前々から来るつもり満々やったこちら。初見やと読めやんやろ。読めるかな。答えはこちら。茂る手延べ麺って読みますね。難しすぎるでしょう。濃厚担々麺の有名店です。楽しみや。自分が寄らせてもらった時には3組ほど待っておられ、だいぶ待つけど全然しゃあないわと思ってたら、カウンター席がサクッと開いたみたいで、店員さんが他のお客さんにお伺いしてから、一人客の自分が先に入らせていただくことに、一応すまへんあざすって言うといた。ほんまありがたいこっちゃでな。お店の外側にある黒板のメニュー。まあ担々麺は絶対食べたいよな。餃子も食べたいけど、それはまた次回に持ち越そうかな。迷うのも楽しい時間やでな。いざ入店。店内は混み合ってたから全景は取れず。入って右手の座敷のところの黒板にメニュー。担々麺とチャーハンショート唐揚げの麺セットをオーダー。席はカウンターの一番右奥に案内していただきました。あ、そうそう、カウンターの上にはこれらの揃えがありますよ。左から消毒液、箸、餃子のタレと小皿。お酢はないんかな。餃子を食べるときはタレのみかな。それかもう何もつけやんでも大丈夫パターン。店内はお二方で切り盛りされてるから聞けなかった。山椒と一味唐辛子もありますね。また頼んだ時に聞いてみようかな。カウンターの端から見た右側にはでっかい寸胴が。厨房が近いから撮影する側としては助かりますわ。なるべく邪魔せんように撮影せんとな。早速、チャーハンを作っておられるシーン。担々麺も餃子もやけど、チャーハンも推しらしいぞ。すんごい火力ですんごいチャーハンを作成中。これは作るのに体力が必要やでな。作っておられる音でもう美味しいんやろなってわかるな。押村区は大将の背中でバッチリと、調理シーンが見えないことやけど、炎の調理人って感じでかっこええからよきよき。ほんまになんやかんやええシーン撮らせてもらってますわ。今のチャーハン俺のんと思ったら割と大盛りやから他の方の分やった。お客さんのチャーハンオーダー率は結構高め、人気の品ってことは期待も高まりますな。バンバンとオーダーが通ってるから大将も女性の店員さんも忙しそうやな。小籠包みたいな餃子って言われてるらしいけど、確かにそんな雰囲気あるよな。餃子の焼き台と麺を茹でてるのが真正面に見える。ほんまにいい光景やな。次回絶対食べたろうと。今回はするやな。やっぱり餃子もうまそうやんな。単品で頼んでよかったな。これだけは後悔やな。定番の大将の男の背中シーンです。違う？ほんまは湯切りのシーンですね。担々麺の仕上げの場面やでな。カウンターから厨房の奥は見えるけど、手前はちょりっと見えませぬな。手を持ってたらまさかの手前の台で最終工程。さすがに覗き込んでカメラで撮られへんしな。どうしようかなって思ってるうちに進んでいく工程。次に来た時は逆側のカウンターに座りたいな。そしたら仕上げの工程も撮らせていただけそうやん。とりあえずほんまに人気なお店やからね。お客さんは常に行列状態とちゃうかな。お店はもちろん他のお客さんの邪魔になられへんからね。あ、話し声とか聞こえてるけど、街中の方がマスクしながら小声で話してた。お行儀は良き。ちょこちょこ何かしらを入れてるな。そりゃまあ仕上げの工程やしな。うわぁ、出来上がりやで。楽しみや。来た来た。おお、めちゃめちゃうまそうやないかい。スプーンがレンゲやなくて食べやすいやつやな。トリマ揃うまで待つか。やっと来ました担々麺。実はめちゃめちゃ好物やねんな。うまそう。お次は唐揚げか。それで完成やね。今すぐにでもバクバク行きたいけどね、揃うまで我慢やわ。厨房の向かって右端に揚げ物ゾーンが。美味しそうな匂いがしてますわ。ありがとうございました。ようやくすべてが揃いました。ほんまにね、楽しみにしてたのよ。さてさて、食べていこうか。上のミンチを崩してかき混ぜかき混ぜ。なんやかんや暑そうやな。鶏ま冷ましつつ冷めすぎないところで。辛すぎないって聞いてるけど、俺的にはどうやろか。うんまっ。え、めっちゃうまいねんけど。すごいな。スープはどうやろうか。いやー美味しいわ。辛さもちょうどええし、うんまいのよ。なんやろな、野菜も多く入ってるし非常に食べやすい。辛さも十分にあるねんけど、ほんま辛すぎひん。縮れ麺がスープによく絡んでめっちゃ美味しいわ。そりゃ行列になるわ。チャーハンの方はどうかな。大将めっさ中華鍋振ってたもんな。持ち上げてホロホロ崩れるレベルにパラパラやわ。うまっ。一口食べて他の食べようかと思ったけれど、もう一口。ほんまにパラパラやな。中華のチャーハンって味付けで特別な感じはしないのに、なんでこんなにうまいんや。3口も一気に食べてもうたわ。お次は唐揚げな。持った感じは普通の唐揚げみたいやけど、サクサクジューシーとはこれのことやな。思ってたより熱くて焦ったけど、カレー味で美味しい。このセットやばいな。頼んで正解やん。そして担々麺よ。スープ別さ飲んでまうわ。いやー美味しい。素直に美味しい。仕事の合間にいつも食べ歩きしとるけど、堺市にはまだまだ美味しいところがあるな。すんごい湯気。猫舌の俺がこんだけがっつくのも珍しいのよ。冷ましつつ食べてるけど、次々と早く食べたいもんな。食べやすいしうまいし絶妙に辛いし、ここ10年で食べた担々麺でトップクラスちゃうかな。あーうまっ。あー幸せ。チャーハンもほんまめっちゃよきよき。そんなにめちゃめちゃお腹すいた状態ではなかったんけどね。美味しすぎてがっつきまくってる。編集している今の瞬間もまた食べたくなるチャーハンやわ。担々麺ってこんなに美味しかったっけな。いやまあ大好物やから美味しいのは知ってるねんけど、美味しいって思うてるレベルが違うたわ。今までは外に食べに出かけてそこにやったら頼むってレベル。ここの担々麺の味を知ってしまったからやばいぞ。しげる手延べ麺さんを基準にしてもうたらやばいな。ここが基準やと担々麺を食べるのに苦労するやろな。そして唐揚げ2個目も当たり前やが美味しいわ。あっという間になくなっていく。どんどん食べたらどんどん減るのは当たり前やねんけど、めっちゃ悲しいな。悲しくても美味しいわ。シビ辛ってものすごく強くなくても十分すぎるほどに美味やで。そしてチャーハンほんまにパラパラで美味しい。プロの腕やないと食べられへんレベル。美味しいチャーハンも今まで食べたことあるけれど、それと同等以上の評価を出してまうな。ああ最高にうまいチャーハンも終わってまう。トリマーお水お水、汗かいてきてる。一旦テーブル周りを整理整頓。撮影しやすいようにしやんとね。あ、そういやこのレンゲめっちゃ使いやすかったで。プラスティック製のやつあるやん、白とか赤とかのやつ。あれより断然使いやすかったわ。個人的な意見でしかないけど。またこれ担々麺にはまって大変なことになりそうや。ラーメンつけ麺うどんと動画ではまってきて、次はまた担々麺とか狙い撃ちして回りたいな。スープの周りについてるごまがもったいないな。最後はもうザバザバ飲んだろーっと。美味しかった。また行きたいな。ごちそうさまでした。今回は南海栄駅から徒歩7分から8分のとこにある茂手延麺さんにお伺いしました。仕事で堺市に行った時しか堺市では食べ歩きはしていませんが、ほんまに自分の好みにドンピシャな店でかなり美味しかったですよ。創業されてから今年の7月で4年になるそうですが、すでに地域に愛されてるお店になっていますね。普段は行列ができるお店にはなるべくお邪魔になるので行かないようにはしていますが、茂手延麺さんは絶対に来たかった、ご紹介したかったのでお伺いさせていただきました。堺市で絶対に行くべきお店の一つかと自分は思っていますよ。ほんまにめちゃめちゃ美味しいんですよ。絶対また行きます。次は餃子も食べたい。頑張っておられるお店を応援してあげてくださいな。そして動画を一生懸命作成している自分も応援してくださいな。よろしければ高評価並びにチャンネル登録をお願いします。今回は以上です。ありがとうございました。